宝石外すの気持ちいい。さあ、本日もシーフシミュレーターやっていきましょう。今回は新しい町に行きます。楽しみ。いやー、前の町はな、小さすぎだぜ。俺には小さすぎた。盗み尽くしちまったからな、こちら。赤いマークついてるけど。これなんか警察にバレてそのまま終わっちゃうと、どんどん街の警戒度が上がって、なんか街中に警官が歩いたりしてるんですよね。新しい街だ。行くぞ。どんなとこなんだろう。おー、着いた。あ、道とかちょっと広いか。ちょっと待ってください。どっかに止めて歩いて探索したいな。じゃあここに適当に止めさせてもろて。すごい。うわ、いきなりでかい。いきなりでかいぞ。これは大変だ。盗みがいがあるな。わ、お人形ちゃんも見てる。すげえ。あ、でもロックピックで開けれるね。いいですね。ゴミ箱もある。最強のゴミ箱もある。よしよしよし。じゃあまずは、本編。姿を見られず、204に箱を届けて戻れ。って言われているので、204に行ってみましょう。204どっかな？あ、こっちか。この家かな ?204。あ、あそこだね。寝室の引き出しに箱を入れろ。で、今回は姿を見られずなので、絶対ステルスですね。204。でかいぞ。まず町の人の、あ、どうもこんにちは。すいません。怖えぜ、もう。立ち止まって見るんじゃないよ、こっちも。あ、ガレージもある。これは、車も盗みたいとこですね。ただまあ先にミッションかな。あー、周りから入れる場所はないか。くー、じゃあ正面から行かんといかんな。怪しいな。でもね、正面、あ、家の人だ。どうも。あ、今外に行ってたんだ。うわ、ちくしょう。二人とも帰ってきちゃった。あ、まだ一人は外にいるか。あ、トイレに帰ってきたんだ。じゃあちょっとここ開けましょう。もう一人が帰ってくる前に、お邪魔しまーすと。こっちから。あ、え？なんで？なんでダメ？カメラがあったか？くそ！ちくしょう！カメラがあったか？ゴミ箱だ！ゴミ箱に入れ！目の前パトカー素通りしてったな。どうやらこの街の警察官もアホなようです。すぐ忘れちゃうんだから。時間が経ったらすぐ忘れて帰っちゃうんだから。よし、カメラがある。これか。くそー、これはマークしないと。うわー、じゃあまだ他にも絶対あるよな。お邪魔しまーす。あー、危ない危ない。ここだけか、カメラ。ほんとか？ん？不法侵入、バレてる？やべ、見られてるか。よしよし。これ、庭に入ってるのをね、通行人に見られてもダメなんですよね。あ！ノートパソコン！すごいもの！やっぱこれは金持ちの街ですよ、ここは。庭に？庭にノートパソコン置いてるの？よし、開けろ開けろ。お邪魔しま、あ、いた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 。お邪魔しまーす。うわ！これは、パソコンディスプレイだ。iMac。あ、あ、大きいものじゃないんだ。やったやったやった。うわ、携帯未解除。いいですね、ルーター。たまんないね。
この壁掛けとかも盗めないかな。あ、アンティークのレコードポスター、すごい新しいのがいっぱいあるよ。ヘッドセット、え、電気ついた。あ、びっくりした、誰か入ってきたのかと思った。ふう、あ、お金お金、ダイレクトかね。よし、開いたせ。じゃあ先に盗んでいきたいところだけど、いいか、もうちょっと漁ろうか。もうちょっと漁っていきましょう。姿をね、見られたらミッションが達成できなくなっちゃうので、帰っておきたいとこですが。雑に開き始めました。おい、ダイレクトかね。あ、あ、あ、待って待って、よし、オッケー。ふぅ、手こずらせやがって。あ、やば、音を立てすぎました。大丈夫か。よしよし、こんなもんかな。あー、来ました、携帯飲み会場。これも高いです。ここは真ん中だけ開くと。あ、入ってないね。よーし、よしよし。お、ブレスレットがある。これは宝石ですよ。いいですね。あ、なんかあるとぞ。ヘッドセットか。で、ダイレクト金と。うわ、稼げるぞ、この街は。たまんねえな。よし。家の中にいるな。逃げろ、逃げろ、逃げろ。よし、オッケー。ミッションもクリアして、さらに、いっぱい盗んできたぞ。楽しみ。じゃあ、まあ、走って帰ろう。車に乗って帰るより、このね、やっぱ信じれるのは自分の足ですから。よーし、拠点に戻りましょう。おー、わー、すごいね。あ、ランク E なんだ。なんでよ、そんなバレたかい。よし、ビンディさん、いい調子だ。次の仕事は電子装置の技術が必要になる。電子装置レベル2を習得しろ。はいはい。スキルポイントはちゃんと貯めておりますよ。電子装置レベル2はこちらですね。早速習得していきましょう。オッケー。あ、いつもならね、すぐ電話かけてくるビニーさんが全然かけてこないなと思ったら、こちらでしたね。何々？電子装置レベル2、警報基板、カメラを試す。インタラクト、うわー、何これ。バッテリーにつながる配線だけを取り除け、別の配線を取り除くと即通報されると。バッテリーはこれだから青だよな。だから青を切ると。あと、黄色と紫かな。あ、へへへへ、失敗したようです。バッテリーにつながるやつだけ？どういうこと？これ緑、これいいよね。緑もバッテリーにつながってる。青はつながってない、赤をつながってる。よし、できました。OK でしょ。おー、いいですね。隠しカメラが必要になる。一つ買え。ちょっと俺に何させる気よ、ビニーさん。もう泥棒というか便利屋になってきてるぞ。超小型カメラをじゃあ、ゆうとりに変えましょう。はい、OK です。相変わらず電話早えな。カメラを設置してもらう。206の今だ。理由は聞くな。うわぁ。ちょっとビニー怪しいな。あいつ何してんだ？ちょっと雑談しようぜ、ビニーさん。さあ、売りに行きたいところなんですが、個人的に初めて手に入れたものはなんとなく一つは取っておきたいという謎の、俺の謎のコレクション癖があるので、アンティークのレコードポスターは初めて、 iPad も初めて、ノートパソコンも
初めて、ブレスレット初めて、ヘッドセットは持ってたかな。ヘッドセット、ヘッドセット。あ、持ってないね。よしよしよし。うわぁ、これ並び替えして。並び替えのボタンとかないのかな。いいね、いいね。いやー盗んできたね。すごいいっぱいあるね。全部並べて。盗品全部並べてよ。畜生、棚とかに置きてよな。貸してくれよな。あ、綺麗だね。はい、いや、見とれてた。自分の盗品に見とれちゃってた。じゃあこれも引き取ってと。質屋に行きましょう。早速黄色がついちゃった。Welcome back. はいはいはい。おーおーおー、やっぱ携帯高いね。振り子も7ドルで売れるんだ。ヘッドセット、携帯高いですね。ありがとうございます。じゃあ、まあ、新しい街も探索したいところだけど、206、今に超小型カメラを設置しろということなので、先にミッションやっちゃうか。なんかね、ここに来てね、ストーリーが楽しみになってきたからな。ビニーさんとこれ最後どうなるんだろう。最高の相棒みたいな。借金は返済し終わったけど、やっぱおめえじゃねえとダメだ、みたいな。なんか相棒みたいになったりすんのかな。姿が見えないからな、でもビニーさん。会いてえな。よいしょ。あ、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 あ。大事故です。よし。あ、しかも205だ。あ、こっちか。206。ここですね。どうやって入るんだろう。ここにカメラではないもんね。今に設置しろだもんね。ただ、今回は姿を見られずにとは言われてないので、ゴリ押しでもいい気もしなくもない。あ、またカメラがある。くー。ここほぼほぼはダメじゃん。あれ？カメラ動いてる。動いてるぞ、このカメラ。あ、この隙間を行くんだ。うわぁ。いいですね。じゃあ、この扉を開けて。よしよしよし。で、ゆっくり開きますと。で、カメラがあっち行ってる間にこっちに行くと。よしよしよし。もうバールとか使わなくなったなぁ。もうバールに頼る俺じゃねえぜ。カメラはあの一台だけか。あ、もう一台ある。危ない。ギリギリだったぞ。ギリギリだったぞ。危なかったぞ。よしよしよし、来ましたよ。うわぁ、おしゃれな。こんな庭にこんなのがあるなんて。ちょっとぐらい盗んでもいいやな、じゃあな。許してくれるだろう。あ、でも窓がないね。あー、夜だから。夜だから。あ、危ない危ない危ない。くそ、夜だから、畜生。全部閉まってやがる。じゃあ玄関から行くしかないのか。玄関も開いてるかな。ピッキングで行けますかい。よいしょ。あー、ハッキング用携帯情報端末がいる。あ、でもなんか俺覚えたよな。やべ、ちょっと買ってきます。何何、ハッキング用携帯情報端末14,000ドル。足りませんね。いやー、売りたくねー。こいつら俺は売りたくねーぞ、畜生。こいつら売れば余裕で手に入るけど、俺は新しく盗んでくるぜ。よーし、14,643ドル、ハッキング用携帯情報端末が買えますと。オッケー。よしよしよし。
いいですよ。あれ、人がいる。チェックしておきましょう。チェックできないか。あー、届かないか。あっぶねー、外に人がいたぞ、今。じゃあ、入り口に入りますと。OK、服が。よし、じゃあこのドアのロックを、あ、一緒か。携帯の端末を解除するのと一緒だ。よし、じゃあ、さっくりやってと。OK。解除できました。お邪魔しまーす。さあ、堂々と玄関から入りましたよ。人はいるかな？あ、そことそこね。了解です。アンティークの時計、いいですね。発電機とかある。ガレージに忍び込んじゃいました。あ、これ取れないんだ。えらいリアルやな。ガレージはこんなもんか。くそー。住人をチェックしてな、そこいるだろう。ああ、アンティークのそ、これちょっと、今じゃないな。いますね。あ、やばいやばいやばい、バレた。やばいやばい、こっち来る、こっち来る。よいしょ。わあ、びっくりした。うわ、今にいますね。どうしようか。くぅ。そこにも人いるね。これは時間帯を変えないとダメそうですね。でも横になったぞ。あー、見られるね。大丈夫か？あー、バレた！住民が撃ってきたぞ。警察じゃないのに。アメリカ怖え。アメリカかどうかわからんけど、ここ。ちょっと怖すぎるぜ。即、何の声も上げず、何の確認もせず、即撃ってきたやん。ちくしょう。もう一回だ。じゃあちょっとガレージの中に避難してようかな。ちょっと待ちですね、これは。時間帯的に二人とも今にいるので、カメラが置けません。あれ？金庫がある。ちょっと待て。ガレージに金庫があったぞ。見逃してた。泥棒としたことが。よーし、開きました。何が入ってるんですか？あー、いいですね。現金、現金。何？ちょっとライトつけよう。ブレスレット、時計。時計、いいですね。あら、あの現金取れないのかな。よしよし。どうもごちそうさま。あ。勢いよく金庫閉めちゃった。お、寝室に行った。よしよし、今だ今だ。あいつ寝室に行ったぞ。このタイミングだ。で、今寝てるんでしょ？よし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 。で、ここに。よっしゃー。で、寝てる間、ちょっとの時間があるぞ。緑の壁は大丈夫。あいつが家、外から帰ってくるまでに。あ、違う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 。何かを盗んでおきたい。うわ、デカテレビ。白の花瓶。なんか高そうなやつねえか。コーヒーねえか。レンジもいいか。まあ、こんなもんか？こんなもんか。もう帰ってくるもんな。くっそ。あされあされ。あされあされ。ドキドキするな。これですよ。これが泥棒。じゃあもう手当たり次第だ。やべ、帰ってくる。逃げるぞ。あ、うわ。欲しいけど、もうあいつが外から帰ってくるので。よしよし、逃げよう逃げよう。しゃあ。ひー。わあ、危ない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 。誰も通りませんように。誰も通りませんように。よしよしよし。オッケー。オッケー。任務クリアー。
ざまないぜ。やっぱ人が寝てる時に限るんだよな。おお、アンティークの時計。おしかもランク、泥棒ランク S。本編睡眠をとれ。寝たらなんか進むってこと？じゃあ、おやすみなさい。まあいい仕事したからな。いっぱい眠ろう。5時まで、15時まで、お昼の3時まで寝ちゃおう。よし、おはようございます。ビニーさん、どうですか？やってきましたよ。カメラを開始すると、取り戻してこい。仕上げの段階に入る。うわ、もう一回入るのか。うわ、じゃあ今の時間何時だっけ？ちくしょう。同じ時間帯に行った方がいいよな。確か日付変わるぐらいだったから、日付変わるまで眠って、よし、カメラを回収しに行きましょう。到着しました。で、あいつが寝室に行くまで待ちますと。あ、ちょっと待ってください。今に行ったぞ。あ、今じゃない。寝室に行ったぞ。しゃ。オッケーオッケーオッケー。よし。じゃあカメラを回収してと。あれ？これだよな。バレるだろ、これ。今のカメラ結構バレるとこにあったぞ。よしよしよし。じゃあどうしようかな。このテレビとか持って帰っちゃう？花瓶、花瓶。もうあいつが帰ってきちゃうもんな。しゃ、じゃ、テレビだけ持ってっちゃおう。お？あ、え？大丈夫？やばいやばいやばい、急げ急げ。うわ、これ大物持ってると見にくいな、カメラが。なるほどね。それで難しいんだ。ドキドキするね。よっしゃ、テレビいただきました。あとこれを車車ちょっと遠いとこ止めちゃった。よし、テレビを入れてと帰りましょう。いい仕事したね。またいやー、できるね。オフロードに強い車欲しい。あれ、拠点隠れが一夜廃品？どういうこと？隠れ家って何？お前一応拠点に戻るか。なんだ隠れ家って。さ、カメラを回収しましたよ。ブラックベイから超小型カメラを送れ。了解です。あー、違う、電子装置か。カメラ。わ、ここら辺も売れるなぁ。けど一個は取っときたいんです。OK です。ビニーさん売りましたよ。はいはい。高級車を狙うなら警報器を解除する技術がいる。何？うわぁ。次は車じゃなくて、高級車ですか。ついに俺のレベルもそこまで来たか。じゃあ次回、車泥棒レベル2を習得いたします。ありがとうございました。